松田です、このグレートブックスとの出会いっていうのは1972年に、ちょうど田中角栄内閣、そしてその後に続く大平総理の時代、余暇開発センターが設立されて、通産省の方からラーニングソサエティ、ハッチンスのシカゴ大学の総長の、それとグレートブックス関連付けて研究してくださいと。それからもう一つ、 OECD のリカレント教育制度、生涯学習がこれが大切だと。産業人育成するだけの教育システムではなくって、ヒューマニズムに即した人間の生涯学習のあり方を研究してくれと2つ与えられました。で、官僚たちの夏の主人公の佐橋茂事務次官、通産省事務次官、余暇開発センター理事長は、君たちは私と斉藤誠一郎立教大学の先生と2人に理論の方を担当してくださいと頼まれ、指名されました。それで以来今日までグレートブックスの研究、学習社会の研究を行ってまいりました。で、それが今度は今日もお見えになっておりますけれども、長洲知事の時代に、これからは能力に合わせて勉強できる、そういう教育の時代だから、湘南国際村にですね、このグレートブックスのような教材を使ったですね、勉強のセンターを作りたいと。神奈川県には高校100校を作ったけれども、その100校の一部を切り離してコミュニティカレッジにしたいと。したがってその理論を頼むということで、湘南国際村でこのグレートブックスプロジェクトをまた実際を行いました。そしてそのあと、余暇開発センターからこの研究テーマは森永のエンゼル財団に移行していただきました。そこで、引き続き、渡辺先生、稲垣先生、指導のもとに今日に続けてきております。そうした中でたまたま去年、創文社のカラ・トマス・アキニナスの神学大全が、全訳が完結したということで、この著作にもう一度親しむことができるようになったと。それから岩波書店が今回アリストテレス全集をまた新しく全訳で出すことになりました。この2つっていうのは、今日シンポジウム、午後のシンポジウムでですね、ぜひ密接で不可分であるということをぜひ知っていただきたいというふうに思います。で、一番最後、アドラーのところに研究でミッションを出したのは筑波大学時代の私の研究室です。で、そこでアドラーは2つのことを言われました。なぜこういうプロジェクトを行ったかと。シントピコンって先ほどありましたけど、なぜそれが大切かと。例えば物理学とか数学とか化学とか、それが例えばワスプのための物理学ってあるかと。ワスプのための化学っていうのはあるかと。これは普遍的なもので、全人類にとってのユニバーサルな価値がある学問の体系だと。同じようにシントピコンの体系も、これはワスプのためではなくって、全人類に共通する学問の体系なんだと。ここ間違わないでくれと。
しかしその時にはベトナムから以降のアメリカの凋落というのがあって歯ぎしりされていたようであります。そしてこれは皮肉とも取れますけど、戦後日本にやってきたと。そうしたら私のグレートブックスの書物はことごとく世界の名著の中で翻訳されていますと。それに東洋日本の名著も入っておりましたと言っておりました。でその話を私が永井道夫先生、この世界の名著の編集責任者ですから尋ねました。永井先生は戦後の教養教育大切だということで世界の名著を出したと。しかしシントピコンのところまでには手が回らなかった、つまりお金がなかったと。まず出すことが先決だというので出したと言ってました。で渡辺先生はシントピコンの体系が素晴らしいんだと言われました。それがユニバーサルな学問の体系ということだったと思います。さあそういうことで、子どものためのグレートブックスライブラリーカフェと記してあります。で今日かいつまんで残り10分でお話したいと思います。1番目は古典の読書方法の習得、2番目は読書方法習得と松田個人の自分史、アリストテレスとトマス・アキーナスの著作に関連してと、3番目はビクトリア朝時代の反省と児童文学の台頭と、で4番目がインターネット時代の教育の価値革新ということで、ハッチンスとアドラーのプロジェクトは今やすごくリアリティが出てきたと。このテーマをプロジェクトを私は犬塚先生に教え子でもあり、これをお願いしたいということで今日この会を開いていただきました。じゃあで名著というのは良き指導者を得ないとこれは読めないと。例えばロビンソン・クルーソーのように孤島に一冊持っていけって何持っていくかと、ヨーロッパの人は聖書と言います。ところが聖書に関してやはり良き指導者がいなければ読めない。それとそういうことは例えば日本で禅宗で矢子禅ということを言います。禅を学びまだ深い境地に達していない自分で悟りきったような気でうのぼれていることと、読んだ読んだとこういうこと書いてある、ああいうこと書いてあると、そういう矢子禅のような読み方にどうしたって陥るんですね。禅宗を買ったところでいい指導者がいなければ絶対矢子禅的な読書になってしまうと。やっぱりいい指導者がいなきゃいけない。プラトンの本読もうと思ったら本当に注釈の哲学の歴史だと渡辺先生よく言われるけれども、そういう良き指導者がいなければプラトン全集なんていうのを読みこなせない。アリストテレスだって同じだと。そういうことでですね、グレートブックスの古典の読書は優れた導き手に習うこと、教わることが肝要なんだと。そこで、アドラー弟子のドーレンと How to read a book、 これはブックはグレートブックスのことです。でその翻訳を富山茂彦先生と教え子で講談社から本を読む本ということで出ております。ところがこれは世界各国で翻訳使われているテキストなんですけれども、この本を知ってる人が意外に少ないんです。そしてこの本がグレートブックスにを読み込んでいく導きの書であるということを知ってる人極めて少ないんです。でこれは資料に用意してございますので、本を読む本とは一体どういう内容の本なのかと、古典を読むっていうのはどういう技術を必要とするのか、これを
資料の方に載っておりますので、これはご覧になっていただきたい。で次が、で私は私自身の読書方法習得と私の自分史と松田の自分史ということなんですけど、これまで例えば渡辺先生の勉強会で、谷沢栄一先生とか、それから土井武雄先生とか、いろんな方々からこういう本の読み方をしたらっていう、この本をこういう読み方したらっていう、そういうアドバイスを受けながら今日私が勉強してまいりました。その中でアリストテレスとトマス・アキーナスの関連について渡辺先生からの著作と勉強会で、渡辺先生は今枠から出ているウィルのところで、読書の自分史をずっと語られております。でその中でも先生は取り上げておりますけど、上智大学のロゲンドルフ先生という方が渡辺先生にとっても影響しているというふうに私は感じております。ちょうど戦後大学や上智大学に入られてロゲンドルフ先生の授業を取られて、ロゲンドルフ先生が実はロゲンドルフ先生はドイツで生まれてイエズス会入ってパリでまた勉強カトリックの勉強をして、そして、日本に来てさらにイギリスでまた勉強されて、そして上智大学に来られて、そして第二次世界大戦を終えて、そこへ渡辺先生が入っていかれたと。つまり自分の祖国がフランス、イギリスから潰されてしまって、そして自分の好きな日本がまた原爆を落とされて敗戦を迎えて、もう悔しくて悔しくて、なんでこんなバカなことがありえるんだと、こんなに文明が進んだ時代にですね、なぜこんな愚かなことがあるんだと、その思いを渡辺先生がロゲンドル先生の書物を取り上げながらこのワックの読書自分史で語っております。でその中でビクトリア朝時代のチェスタトンという、著作を先生はロゲンドルフ先生からも教わったと。でこれは自分の価値観形成にとっても影響した本だと。でそこで、アドラーはみんなのためのアリストテレスっていう本を書いてるけれども、チェスタトンはみんなのためのトマス・アキーナスっていう本を書く、それに匹敵する本を書かれていると、ぜひ読みなさいと。これものすごく、これ本当にですね、神学大全が出たっていうこととできたって、翻訳ができたってこと、アリストテレス翻訳また新しく出たっていう、それを読み込んでいくためにはチェスタトンの本を導きの本にすると、それからアドラーのみんなのためのアリストテレスを導きの本にすると、そうすると本当に野狐禅の読書にならないで済むと思います。それから稲垣先生の場合にはジルソン先生、マリタン先生の影響を受けているということと、トマス・アキーナ神学大全そのものから大変な学びをされて、それを各巻の後ろに解説を載せております。これはもう本当に大切な読書案内だと思っております。じゃあ次お願いします。それでビクトリア朝時代への反省と児童文学の台頭ということで、これも対談のところで渡辺先生からぜひと思いますが、コメントいただきたいんですが、チェスタトンはスペンサーとかダーウィンの進化論にとっても批判的です。そして、経済産業主義とピューリタン正教徒の考え方がコラボレーションしながら、そしてものの豊かさを追求する、そういう人間の生き方、社会の在り方が結局こういう第一次大戦、第二次大戦の愚かな結末を導いたと。
ユニバーサルということは、カトリックっていうのはユニバーサルという意味なんだと。したがって神学大全もカトリック教の神学の勉強の体系もですね、これは全人類に向けてのことなんだということを強調されています。トインビーもそれを支持してくれているというふうに述べております。でその時にですね、チェスタトンがそういう批判の書を書いて、そしてホームユニバーシティライブラリーから本を出されているわけですけれども、渡辺さんこれどういう本ですかって言ったら、岩波全書を分かりやすくしたような本だと、かつてのですね。でそれは農業中心の時代、家庭家族機能というのはもう生産中心にしてものすごく役割がいっぱいあったわけです。ところが都市に移行すると全部社会化して、家庭家族機能は全部、外部化しますよね。でその時にあここに問題があるっていうので、ホームユニバーシティライブラリーっていうのを作り上げたと。でさらにその後イギリス児童文学が起きて、それがまた古典に動機づけるですね、素晴らしい体系を作ることになった。で次お願いします。そうしますと、これからインターネット時代の教育の革新っていうことですけど、私たちの時代10人1色でですね、価値観っていうのはそういう価値観できたように思います。でその次の世代は10人10色で個性尊重と。ところが今の若い人たちは自由時間たっぷりありますから、ハイブリッドで行くとか、自分は一人トイレで行くとか、いろんなことができます。例えば農業でも新しい成功うどくのできるようなですね、そういう職業に今や変わろうとしております。そうしますと産業人育成の6334の教育制度というのは、これは明らかに時代遅れと。でそこに今ソーシャルメディアっていうのが出てきました。でこのソーシャルメディアは能力に応じて勉強できます。子どものうちから自分の才能をですね伸ばすことができるという、そういう今技術革新がなされております。そうなりますと、このホームユニバーシティというのは世代を超えて学び合うグレートブックスプロジェクトの時代と、生涯学習の時代と、そう言えると思います。でハッチンスは学習社会論、アドラーは内容のグレートブックス、そしてこれをソーシャルメディアにどう載せるかと。で次お願いします。これがその体系です。で日本の体系も出ております。そして世界の名著廃刊になりました。で新しく私と今道智信先生で渡辺恒夫社主のところをお願いに行って、ペーパーバックスの新しい古典のシリーズを出していただきました。これまた在庫の山です。使い切れない、売れない、どうすればいいか。で次ちょっとお願いします。でこれで終わりにします。筑波会議、学生の頃猪塚先生に手伝ってもらったアラン・ブルームという人を1980年代筑波にお呼びして勉強会を開きました。クロージング・オブ・ザ・アメリカン・マインド、アメリカ精神の終焉と、シカゴ大学の先生です。アメリカはベトナム戦争から以降、教養教育から教養教育の手抜きになってですね、もうアメリカの将来ないということを述べてます。とかこの本似てますよね。下に The Opening of American Mind と、明らかに若いアラン・ブルーム君と、ちょっとちょっとグレートブックスプロジェクトという私たちが命かけて手がけてきたこの仕事の体系、君知ってるのかと、もう一度このプロジェクトきちっとレビューしてみてくれというふうに提言したのがこの本です。ところがこちらの方は美鈴から翻訳されて日本でもロングセラーです。と真ん中の本というのは誰も知らないんですね。
で、したがってトマス・アキーナス全集とアリストテレス全集が今新たに我々のアクセスできる身近なものになったということで、もう一度このグレートブックスライブラリーカフェとソーシャルメディア作りにぜひご協力いただきたいと思います。先生ありがとうございました。子どものためのグレートブックスライブラリーカフェってありますが、子どもはどこで出てきたんだってあれがしませんけども、このタイトル見ますと僕はそう思い出すもありまして、子どもたちのためのポストモダンっていう本があるんですね。うちの大学に保育士さんになろうっていう子たちもいるんですけど、女子大ですので、その本をタイトル見て借りに来た子がいましたけども、1週間ぐらいでほとんど読まずに返してくる。どうしてかというとこの本は非常にですね不評でしてね、アマゾン見ると分かりますけど、子どもがこんなもん読めるかっていう、これはですね何かといいますと、ポストモダン哲学を、もう老年に差し掛かった研究者が自分たちの子どもの世代に向けて書いた本なんですね。だからそしてつまりいわゆるチャイルドではないんですね、チャイルドチルデンではないんです。つまりこの我々はこのグレートブックスっていう問題についてですね、次の世代について対してっていうことについて本気で考えていかなきゃいけない時代をやっぱり迎えたんじゃないかと思うんですね。